くなって2番の脇本、ジャンを聞いて一気に踏み込んでいく。2番の脇本、マーク7番の四季音、一気に神奈川両者を叩きました。3番手入った4番松坂ですが、2番脇本に追走7番の四季音、近畿両者が3番手以降大きく離していく。さあ四季音が脇本を追い込むことができるか。2番脇本しっかりマーク四季音、最後の直線コースはマッチレース、近畿両者の争い。2番の脇本振り切って続いた7番の四季音。